の超かっこいい車両の登場だ。レバーでダッシュ、スーパースピード、ドクターイエローセット。みんなはドクターイエローって知っているかな。新幹線のお医者さんとも呼ばれているこの黄色い新幹線は、走りながら線路や架線などの設備を点検検査することができるんだ。それでは早速遊んでみよう。レバーでダッシュ、スーパースピード、ドクターイエローセットは、車両はもちろんレールや上級パーツが全部ついているから、買ってすぐにスーパースピードのプラレールで遊ぶことができるんだ。だから初めてプラレールで遊ぶお友達にもぴったりだよ。レイアウト完成。よし、ドクターイエローの運転手に変身。線路の点検出発。了解。わお、本物の運転手みたい。車両基地内をゆっくり走行するドクターイエローをレバー操作で本線に誘導。アイヤー、見て見て、ドクターイエローがスーパースピードで線路の点検に出発するよ。すごい、スーパースピード。どれだけこのドクターイエローが速いか、普通のプラレール車両のハイスピード走行と比べてみよう。よーい、ダッシュ。うわー、ドクターイエロー速いやー、すごいでしょ。本線の点検が終わったら、今度は車両基地に誘導だ。見て見て、今度はスピードがゆっくりになったよ。車両基地に停車して、ドクターイエローのこともメンテナンスしてあげよう。ねえねえてっちゃん、どうしてドクターイエローのスピードは変わるの？秘密はこのレール。プラレールのホームページで見てね。先頭車両の乗せ替えができるから、いろんなプラレールをスーパースピード車両にチェンジして走らせよう。詳しくはホームページでチェックしてね。レバーでダッシュ。さあ、君もレバーでレールを切り替えて、ドクターイエローのスーパースピードを体感。